達ですか。そうですね、友達っていうのは同じ時間を楽しんだり悲しんだり時間を共有できる仲間だと思います。私にとっての友達はいつでも支え合えて、いけないところはちゃんと言い合えて、で一人だとしても味方になる。